歌時計新見蘭吉。2月のある日、野中の寂しい道を12、3の少年と川のカバンを抱えた34、5の男の人とが同じ方へ歩いていった。風が少しもない暖かい日で、もう霜は溶けて道は濡れていた。坊、一人でどこ行くんだ？町だよ。そこで二人は話し始めた。坊、なんて名だ？蓮って言うんだ。蓮？蓮平か？そうじゃないよ、おじさん。ただね、蓮って言うのさ。どういう字書くんだ？これね、清廉潔白の蓮って字だよ。なんだいその清廉潔白ってのは。清廉潔白というのは、何にも悪いことをしないので、神様の前出ても巡査に捕まっても平気だということだよ。巡査に捕まってもな。そう言って男の人はにやりと笑った。おじさんのオーバーのポケット大きいね。そりゃあ大人のオーバーは大きいから、ポケットも大きいさ。おじさんのポケットなんか冷たい硬いもんが入ってるね。これ何？なんだと思う？なんだか金でできてるね。なんかネジみたいなもんがついてるね。すると不意に男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので、二人はびっくりした。天国で小鳥が歌ってでもいるような美しい音楽だ。おじさん、わかった。これ、時計だろう？オルゴールってやつさ。お前がネジを触ったもんだから、歌い出したんだよ。おじさん、こんなもの、いつも持って歩いてるの？僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんの家にもね、歌時計があるけどね。店の奥に入れて誰にも触らせないようにしてるよ。なんだ坊、あの薬屋へよく行くのか？よく行くよ。僕のうちの親類だもん。おじさんも知ってるの？おじさんもちょっと知ってる。あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとっても大事にしててね、僕たち子供にはなかなか触らせてくれないよ。それで坊はよくその薬屋へ行くのか？時期近くだからよく行くよ。おじさんはね、歌時計を聞くとすごく寂しい顔をするよ。どうして？おじさんはね、歌時計を聞くとね、どういうわけか周作さんのことを思い出すんだって。周作っておじさんの子供なんだよ。不良少年になってね、学校が済むとどっか行っちゃったって。もうずいぶん前のことだよ。その薬屋のおじさんはね、その周作とかいう息子のことを何とか言ってるかい？バカなやつだって言ってるよ。そうかい。そうだな。バカだな、そんなやつは。あれ、もう止まっちまったな。坊、
もう一遍だけ鳴らしてもいいよ。本当？はあ、いい音だな。僕の妹の秋子がね、歌時計がとっても好きでね、死ぬ前にもう一遍だけ聞かせてくれって泣いてぐずったんでね、薬屋のおじさんに借りてきて鳴らしてやったよ。死んじゃったのかい？うん、一昨年のお祭りの前にね。でもね、命日にまた僕が借りてきて藪の中で鳴らして秋子に聞かしてやったよ。道が二つに分かれているところに来た。坊はどっち行くんだ？こっち。そうか、じゃあさよなら。さよなら。あ、坊、ちょっと待てよ。実はな、おじさんは昨夜その薬屋のうちで泊めてもらったのさ。ところが今朝出るとき慌てたもんだから間違えて薬屋の時計を持ってきてしまったんだ。すまんけどこの時計薬屋に返してくれないかな。いいだろう。うん、じゃあ薬屋のおじさんによろしく言ってくれよ。あ、坊なんて名だったっけ？清廉潔白の蓮だよ。うん、それだ。坊はその清廉、なんだっけな、潔白だよ。うん、清廉潔白、それでなくちゃいかんぞ。そういう立派な正直な大人になれよ。じゃあ本当にさよなら。さよなら。まもなく少年の後ろから自転車が一台追っかけてきた。あ、薬屋のおじさん。蓮坊、お前は村からここまで来たのか？うん、そうじゃ今しがた村から誰か男の人が出てくるのと一緒にならなかったか？一緒だったよ。はあ、その時計お前はどうして？老人は少年が持っている時計に目を留めていった。その人がね、おじさんの家で間違えて持ってきちゃったから返してくれって言ったんだよ。返してくれろって？うん、そう、あのバカめが。あれ誰なの、おじさん？あれはうちの秀作だ。昨日十何年ぶりにうちに戻ってきたんだ。そしたら今朝わしが知らんでいる間にもう悪い手癖を出してこの時計をくすねて出かけやがった。あの極道めが。おじさん、それでもね、間違って持ってきたんだってよ。本当に取ってくつもりじゃなかったんだよ。僕にね、人間は清廉潔白でなくちゃいけないって言ってたよ。そうかい、そんなこと言っていったか。少年から時計を受け取るとき、老人の手は震えて、歌時計のネジに触れた。するとまた、歌時計が美しく歌い出した。老人は目に涙を浮かべた。野の果てに
白い雲が一つ浮いていた。